まずは今日はですねこのような機会をいただきまして、誠にありがとうございます。皆さん、ですねお聞きになって良かったなって思っていただけるように頑張って発表させていただきたいと思います。よろしくお願いします。はいそれではですね今日はこのような2点で進めさせていただきます。まず、私ども先行グループで策定をしております文化・スポーツ推進プランというものがあるのですが、そちらのご紹介。 えっ、えー、と、先ほど石塚さんのお話と少し被る部分はあるかもしれませんが、私どもえ所属の実業団選手に向けてですね、実施をしておりますキャリアデザイン研修。これはアスリート向けのキャリアデザイン研修ですね。えこの内容をご紹介させていただきたいと思っております。なので、あの、 まどこまでご興味持っていただけるかわからないですけれども、あこういう取り組みをしている会社もあるんだなということをあの知っていただけたらいいなという思いでご用意をさせていただいております、えー。中身入っていく前に自己紹介をさせていただきます。えー、坂田健二と申します。えー、仕事の領域はですね、えー、人組織とそれからスポーツここを掛け合わせたような領域で色々と仕事をさせていただいております。 新卒でまだ1社体制の頃のですね日本電信電話 NTT に入社をさせていただきましてで人材会社、それから日本プロ野球 OB クラブという社団法人があるんですがそちらでプロ野球選手向けのキャリアサポートの仕組みの立ち上げですとか指導者認定制度の地盤づくりみたいなところをさせていただきました。 でその後、えー、リクルートが一番今キャリアでは長いんですが、16年間リクルートで人材領域の仕事をさせていただきました。で現在ですね、えー、2年ちょっとになりますかね、先行グループホールディングスでお世話になっております。 であと会社に、えー、と副業申請をしまして副業としましては今、スポーツ庁が推し進めておりますアスリートキャリアコーディネーター要はアスリートのキャリア支援をする方々を、えー、国として育成をしましょうというプロジェクトがあるんですがそちらの、えー、コーディネーターを育成する要請するプログラムでの講師をさせていただいたりとかあとはプロ野球選手それから監督コーチ、えー、それからスタッフ向けのですね何、えー、て言ったんでしょう 考えるトレーニングだとか、えー、面談みたいなところをさせていただいております。で、野球は写真にありますと、あ、すみません、スポーツはですね、写真にあります通り、野球をずっとやっておりました。で、ちょっと珍しいんで書かせていただきましたけど、あの公式、軟式、公式、軟式とですね、あのテレコ、テレコで、あの、 経験をさせてていいただいておりますで今は、えー、と東京ベルディ・バンバータという、えー、中学生向けの軟式野球チームの監督をしております。週末はなので中学生と一緒に汗を流している感じでございます。はいえーえー、と先行グループホールディングスの会社紹介簡単にさせていただきます。えー、創業古くてですね、えー、大正5年創業のもう100年超える会社でございます。 事業としては物流を中心とした会社なんですけれども、今東京塩見に、はい、拠点を構えさせていただいておりまして、グループ会社がですね、今約180社、はい、あの展開をさせていただいているグループ会社でございます。 事業としては、今申し上げたとおり物流事業が中心なんですけれどもその他にも、えーと、障子事業ですとかあとライフサポート事業、えー、とフィットネスクラブとかそれから、えー、介護施設なんかを運営させていただいております東京あ大阪エリアでいうとも、えー、ともと大阪ガスさんがやっていたコスパウェルネスさんですね、はいをえー、とがグループに昨年度から入っていただいております。はい で、売上規模としては6,231億円ということで、順調に推移をさせていただいております。これを、この現中期経営計画ですね、2027年の3月期に1兆円にしようということで、えー、頑張っているグループでございます。はい。 ございます。ではここからですね、その今申し上げた、えー、と昨年度から始まった中期経営計画に沿ってですね、5カ年の計画で文化スポーツ推進プランというのを、えー、掲げましたので、そのプランをご紹介させていただいております。いただきます。はい。次お願いします。で、えー、そもそも文化スポーツ推進プランって何なのかとか、ね、なんでそういうのを掲げたのかとか。 で、基本理念とか基本施策みたいなところをご紹介させていただきます。はい。じゃあ、この推進プランっていうのは何かっていうところなんですけれども、はい、今申し上げた通り、えー、新中継ですね、去年から始まった中継計画に沿って、えー、文化、スポーツ、これをどうやって進めていくのかっていうところを定めた、まあ、指針のようなものですということですね。はい。で、なんでこういうものを掲げたかということですけれども、はい、我々、グループビジョンとしまして、 未来調理を作る企業グループになるのだということを掲げておりますでこれは AI とかロボットが勝手に実現してくれるものではなくてやっぱり頑丈な土台っていうのが必要なんですということで,でその土台っていうのはですね何かっていうとやっぱり最後は人だなというところでしかもその人がですね心身ともに健康で活力に満ちているこういった社員が多く存在するっていうことがあの土台として必要だなということを考えました。 でもってこの心身ともに健康な従業員をこう育てるみたいなところいろんなやり方があると思うんですけれども我々はえと文化スポーツ推進担当でございますのでそれを従業員の皆さんが文化スポーツというものをですね、まあ、心の底から楽しむということを基軸としましてでもってやっぱり文化とかスポーツを楽しんでもらうと 心身ともに活力、生きがい、やりがいみたいなことが見えてくるし、そういったものが仕事のパフォーマンスに反映される。でもって人の集まりである組織のパフォーマンスも上がっていく。で、右側ですけれども、やっぱり文化、スポーツみたいなのを楽しむと、その楽しむプロセスでもって、やっぱり一人でなかなかしないので、ですね。やっぱりスポーツで人が集まって応援したりして、そこでつながっていく。 でやっぱり組織がパフォーマンス上がっていく、でもって最後はグループビジョンを達成していく、こんな流れを作っていきたいというふうに、ちょっと真面目に思っておりますということですね、はいで。文化、スポーツ楽しむって楽しみ方、いろいろあると思っていまして、えー、ともちろん文化、スポーツをするです、ねこれはあの、スポーツ基本計画の第2期のやつとあのなぞられたんですけれども、スポーツをする、文化をするっていうことはもちろんなんですけれども、えー、文化、スポーツを見る、 で、あの、関わってもらってもいいですし、あとは文化、スポーツを支えてもらうっていうことで楽しんでもらうっていうことも考えております。はい。飛ばしてください。はい。いいです。これもいいです。はい。これも大丈夫です。はい。で、まあ、こういった背景でもってですね、えー、いろいろ文化、スポーツ活動を推進していくわけですけれども、最終的な狙いとして基本理念に掲げたのが、あ、次行ってください。はい。 文化スポーツの力で笑顔あふれる未来を作るというビジョンを掲げておりますで。文化とスポーツにはもう皆さんもですね、あのお分かりのとおり、いろいろな力があると、人を笑顔にする力があるっていうのは我々もあの信じておりますので、本当に、えー、と先行グループの皆さんが、それから先行グループと関わってくださる皆さんがですね、あの笑顔になっていただけるような、そんな世界を作りたいなと思って、えー、文化スポーツを推進しております。はい。で、この 笑顔あふれる未来を作るためにですね、我々は4つの目標を掲げて、えー、いろいろと推進をさせていただいております。はい。で、ここに書いてますが、社員の誰もがですね、文化、スポーツを楽しむことを起点にして、社員一人一人のまず生活が変わってで、その変化が会社を変えていって、 で結果としてその会社として社会課題の解決にも貢献している、そういった姿こそが、まあ私たちが目指している姿なのですということですね。で、具体的には次の4つの目標を掲げております。はい。1つ目が文化スポーツで従業員一人一人が豊かに生きていただきたい。これは別に経済的にということではありません。で2つ目が文化スポーツで会社を変えていくんだということですね。で、3つ目が、 先行グループホールディングス、先行グループだけが良くなればいいということじゃなくて、そういった良くなった活,活力に満ちた会社でもってですね、社会も変えていきたいというふうに思っています。で、最後、4つ目がですね、強く愛されるアスリート集団を作るということですけど、今、えー、先行グループにはですね、5つのスポーツ実業団、それから囲碁部という文化系の、えー 実業団もあります。そういった、えー、約90名のアスリートが所属しております。そういった方々がですね、アスリートが強く愛されるアスリート集団になることによって、この1、2、3の目標をですね、達成していく、この推進装置になってもらいたい、そういう思いで、04、えー、の、えー、目標を掲げております。はいで。いろいろと細かくその目標を達成するために、えー、施策を打っていっております。はい。 全体像としてははこんな感じです、はいま、ずですすいまずね文化、スポーツで豊かに生きる目標01のところには、まあ、これ、従業員一人一人が文化、スポーツに親しんでいただく、楽しんでもらうっていうことなので、まず、文化とかスポーツってこんなに楽しいものなんですよ、文化、スポーツを楽しむとこんな効果あるんですよ、みたいなことを発信をしていくっていうことをやっています。 それから去年1回目、第1回やったんですけど、文化イベント。まあ言うと文化祭みたいなものですね。それからスポーツイベント。運動会みたいなものをやっていきたいと思っています。それから体を実際に動かすみたいなスポーツにはちょっと抵抗あるなっていう人も呼び起こしていきたいので、e スポーツにもチャレンジをしていきたいななんて思っておりますということです。はい。 で、えー、文化スポーツで会社を変えるということにおいては、やっぱりスポーツで会社を動かしていきたいので、講演会組織を立ち上げるとか、あとは組織開発の支援をスポーツの側面からやっていこうとか、で、スポーツの文化のアワードを創設していこうみたいなことをやっております。で、社会を変える目標03ですが、これはもうズバリですね、社会貢献活動みたいなものをあの手この手で実施していきたいなというふうに考えておりますし、最後、えー、04の 強く愛されるアスリート集団を作るということでは、えー、と私が大事にしているのはやっぱりスポーツマンシップを持ったアスリートになってもらいたいということですのでスポーツマンシップの情勢それからいろんな研修で今日後半ご紹介しますキャリアデザインの研修をやったりしています。 で、えっ、ー、と、広報もちゃんとやっていきたいですし、あとは、えっ、ー、と、アスリート社員、JOC のアスナビっていう仕組みを使ってですね、日本代表クラスの選手、あ社員をですね、二人採用させていただいたりしています。じゃあ、ここからこの施策について、一個一個、あまり詳しくはご説明できないんですけれども、見ていきたいと思います。はい、お願いします。 で一つ目の文化スポーツで豊かに生きるということですけれども、ここは、えー、数値目標を掲げておりまして、運動習慣を持つ社員の割合ですね。はい、これを、えー、男性、今30 パーセントなんですけど、これを40%にしていきたい、女性を16%から26%、5か年で10ポイントアップをしていきたいなというところでございます。残念ながら今、国の統計からすると、ですね男女ともに10ポイントぐらい下回っている状況ですので、文化、スポーツを楽しむことでですね運動する社員が増えていってもらいたいということを掲げております。はい でここについては、まずは、えー、とスポーツや文化を楽しむ紅葉とか楽しさですね、こんないいことありますよとか、で時にはあの運動しないとこんなあの悪いこと起きますよみたいなホラーストーリーなんかも展開、織り交ぜていけたらななんていうふうに思っております。はいで えとここについては、ですね、先ほどもちらっと触れましたけれども、えー、と日本代表のアスリート社員を JOC さんを通じて、えー、採用することができました、女子アイスホッケーの関金奈美選手、えー、それから男子カヌーのですね、スミ周平選手、えー、こういった選手がですね、やっぱ日本代表としての活動で得た ノウハウとか知見っていうのは我々にないものがきっとあると思っておりますので、そういった知見をですね、グループ内に発信還元をしていってもらう。こういったことも含めて、いろんな情報をあの手この手で発信していきたいと。でもって、ちょっと戻っていただいていいですかね。えー、あ、一枚戻ってもらっていいですか。戻ってもらっていいですか。はい。あ、戻る、戻る。 で、こういった活動でですね、ここにありますように、家でですね、寝っ転がって、ただ寝っ転がってた人が、せめてスポーツのテレビを見始めるところから始めていって、ゆくゆくはスポーツをする側に回ってもらいたい。こんなことを考えております。はい。次行ってください。はい。ですね。で、これが文化スポーツイベントをやりますよということですし、で、次行ってください。で、e スポーツも仕掛けていきたいなと。 いいう,うに考えておりますはい、こんなことで、まあ、あの手この手でですねスポーツや文化に触れるきっかけを提供していくということではい考えております。で続いて、目標0に会社を変えるというところですけど、これはもう読んでその通りですけれども、はいいお願いします、えー、文化スポーツを通じて人と人とのつながりが強まっていく、でもって組織の一体感が高まって、組織としてのパフォーマンスが 発揮できているとこれはやっぱり企業として投資をしている活動ですので、最終的には企業のコンディション、組織のコンディションが良くなって、パフォーマンスが高まって、いろいろな業績とかに反映されるっていうことが大事だなっていうふうに思っております。でこれを測定するあの数値目標としては、エンゲージメントですね。最近よく注目されておりますが、エンゲージメントスコアを測っていきたいなと。 今はあのエンゲージメントスコアは測れてないので、えー、本年度より、えー、数,値もあの数値の測定を開始するということになっております。はい。でこのためには講演会とか先ほど申し上げた、えー、組織開発のスポーツを通じた支援とかっていうのをやっていくということになっております。はい。飛ばしていただいていいです。次行ってください。次行ってください。はい。 で、ここですね、社会貢献活動というところで、これもいろいろとすで、えー、に展開をしているもしくは計画中のところがあります。はい。で、ここについてはですね、 社会課題いろいろあると思いますが、これをスポーツ、文化を通じて解決をしていきたいということで、数値目標としましては、実業団チームいろいろありますけれども、まあ、年に2回はですね、上半期、下半期で1回ずつぐらいは実施をしていただきたい、それを我々は広報支援をさせていただくというような目標を持っております。で具体的に、いいですか。はい、えー。いろいろな活動をしているわけですけれども、今日はその活動をちょっとご紹介をさせていただきます。次お願いします。 はい。昨年度ですね、かけっこ教室やりました。で、今年10月にプロゴルフ、女子プロゴルフのイベントをやります。はい。それから社会的インパクトの可視化、テニスの紹介させていただきます。はい。まずかけっこ教室いきます。はい。こちらどんなかあの社会課題を解決したいかっていうと、もう皆さんも社会に説法ですけれども、小学生の体力の低下というのが、このコロナ、 かにおいて著しくまあ低下をしているというデータもございますということですのでなんとかあのスポーツの場面に小学生をこう引っ張り出したいというような思いもありましてえまあ身近なかけっこからということでですすね次お願いしますはいえと女子100メートルハードルの東京オリンピック日本代表ですね先日日本選手権でも1位になられた寺田明日香選手ですね。 を招きましてで弊社グループの、えー、ハードル選手石、ね、石井綾とタッグを組んでもらいまして、えー、かけっこ教室を弊社の体育館で行いましたです、ね。小学校低学年と高学年に分けてやらせていただきました。ですねで総勢、えー、と60名弱のちびっ子たちが集まっていただいて、本当に楽しそうにかけっこをやっておりましたということですはいい次お願いします。 で続いてがですね、女子プロゴルフ選考グループレディーゴーカップというところです。これはもう言われて久しい日本のジェンダーギャップですね、男女の、えー、とギャップを解消していこうという課題に、えー、と対処するためのイベントでございます。はい、お願いします。で特にですね、女子プロゴルフの、えー、現状、皆さんご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、こちらの図にあります通り、 えと週末、テレビで放送されるような公式戦ですね、これに出れる選手、シード権を持っている選手の平均年齢が年々若返っておりまして、今は平均26歳というふうに言われています。でもって、えーと、27歳ぐらいから44歳、45歳になるとまたレジェンズツアーというものの参加資格が得られるので、ちょうどこのミドル世代の選手の出場機会というのが、ものすごく減ってきている。 ということによってですねゴルフ女子プロゴルフというスポーツの持続可能性の危機であるというふうに捉えましたで、なので、まあ、我々もですね同じくジェンダーギャップ課題抱えておりますで、スポーツを推進している会社でもあるのでこの課題にですねなんとかイベントに協賛するという形で貢献したいという思いでイベントの開催に至りました で、目的はこんな感じですね。もちろん女子プロゴルフ界への、えー、と貢献っていうのはあるんですけれども、まあ、グループにとってもですね、こういった女性活躍推進していきますよとか、であとは、えーと、労働市場新卒の学生に対してもですね、えー、スポーツを通じたブ,レンブランドイメージの向上みたいなことを目的として、次お願いします。はい。えー、10月の6、7でですね、えー、プロアマセンワンデーマッチで、えっ、ー、と、プロ32名、 先ほど言った30代を中心とした、えー、女子プロ選手32名にですね、ご出場をいただいた、こういう、えー、イベントを開催いたします。これはなので予選はなしです。で出場していただいた皆さんに、えー、賞金を持って帰っていただくような仕組みになっております。はい、次お願いします。で、もう一つの取り組みがですね、社会的インパクトの可視化ということで、えー、聞きなじみのない、えー、フレーズかと思いますけれども、これ何かと言いますと、 え文化・スポーツの取り組みってですねなかなか財務的な価値ではあの換算されにくい、えー、よく阪神が優勝した時の経済効果云々というような価値換算ありますけれども、まあ、それだけではない価値っていうのがスポーツにはあるというふうに信じております。 昨今ですね、投資家からもこういった非財務領域の投資効果の可視化みたいなところは要請が強まっているということもありますし、私自身もやっぱりスポーツの価値を数値ではっきりと表したいという思いもあったのでですね、これ自体にも結構なお金がかかるんですけれども、今回このゴルフイベントを足がかりにですね、こういったイベントをすることによる社会的インパクト。 これは経済的だけじゃなくて、人々の従業員のとか、地域住民の,あの精神的なところにどんな効果をもたらすのかみたいなことも含めてですね、きちんとアンケートなどを通じて、測定をして可視化をして、次のアクションに結びつけて、ですねえスポーツの価値をさらに高める、こんな動きをしていきたいなということにチャレンジをしております。はい それから4つ目はテニスフォーオールウガンダということでですね、こちらについては、ウガンダ、非常にあの最貧国の一つだというふうに言われております。教育を受けれない子どももたくさんいるということですけれども、まあ、それをテニスというスポーツを通じてですね、教育が受けれたりとか、いろんな生活基盤が整うみたいなことに貢献をしていきたいという活動でございます。 で具体的にはですね、弊社テニス部ございますが、えー、と元プロテニスプレイヤーの吉留愛子さんが実はこれ旗振り役になってくれておりまして、えー、彼女が声かけて集めた中古のテニス用品みたいなものをですね、私どもの、えー、国際物流部門が保管をしてウガンダに届けるみたいな活動をですね、今やろうとしているところでございます。なかなかウガンダへの輸出がですね、うまく進まず苦労しているところでございます。 はい。次お願いします。で、最後ですけれども、これはプロ、えっ、ー、と、レーサーの武藤選手とですね、えーまあ、交通安全みたいなことをキーワードに、えー、子供たちにいろいろとメッセージを発信していく。こんな活動も計画をしております。はい。では、最後です、えー。目標04、強く愛されるアスリート集団を作るということで、こちらもいろんな取り組みをしておりますが、はい。一つ目、あ、次行ってください。 はい。あ,あ、そうですね。その前に、弊社ですね、えー。どんな部活があるかというところですけど、まず、えっ、ー、と、柔道部が一番歴史が長いです。次にゴルフ部。で、えっ、ー、と、ランテックというグループ会社に剣道部ですね。それから陸上競技部、テニス部。で、文化系ですが、囲碁部。で、総勢ですね。約90名のアスリート、えー、プラス、まあ、えっ、ー、と、囲碁、棋士ですね。が、所属をしておりますということです。はい。 でこれらの選手にはですねぜひスポーツマンシップをきちんと身につけた選手になってほしいということで、えー、スポーツマンシップですね私もあの認定の資格を持っておりますがスポーツマンシップコーチという、えー、資格がございますこれをですね、えー、取得をするための、えー、講習に参加をしてもらうこれを、えー、支援をしていこうという動きでございますはいそれからいろいろと,です、ねうん、と例えば栄養学だとか えー、いう研修も必要になってくるかと思いますが、直近でやったのが SNS ですね。やっぱりいろんな意味で企業お、実業団選手っていうのは注目が集まります。いい注目だけならいいですけど、えー、悪い意味での注目みたいなことも集まったりします。それが発端が SNS での不用意な発信だったりすることもありますので、そういった SNS の使い方みたいなのを専門家を招いて、えー、講習をさせていただいたりしております。はい で次がですね、キャリアデザイン研修ということで、今日あお越しの皆さんには興味深いところかと思いますけれども、これを入社前と、えー、入社後にですね、2回に分けて実施をしております。えー、スポーツだけやってたらいいんではないですよ。作、えー、業も含めて、えー、やるのが先行グループのアスリートですよ、みたいなことのですね、マインドセットから、えー、実際のキャリアデザインの方法みたいなことをお伝えをしております。はい。 まあこんなふうにですね、実際に去年の新入社員のアスリートに対しても実施をさせていただいております。はい。で、あと広報活動もしっかりやっていきたいですし、最後ですね、はい、JOC さんと提携をしまして、連携をしまして、日本代表、日の丸負っというアスリートを採用をさせていただいております。ちょっとこの場を借りてご紹介をさせていただきます。はい。次お願いします。 一、えー、人目が、ホスミ周平といって、カヌースプリントをですね、えっ、ー、と、ちょっと地味な競技になります。えっ、ー、と、膝立ちで本当にこれぐらいです。これぐらいのカヌー。とても我々は乗れないようなカヌーですけど、一、えー、人、もしくは二人で乗って、えっ、ー、と、片っぽだけで漕ぐっていうやつですね。はい。 石川県小松で年間180日ぐらいあの全日本の合宿に参加をしているというこんな選手でございます。直近ではですね、国体で準優勝したりとか、えー、という結果を残してくれています。当然ですが、パリオリンピック、まだ24歳なので次のロサンゼルスオリンピックも目指して頑張っているという選手でございます。 もう一人が、えー、関かなりアイスホッケーの日本代表候補ということですけれども、彼女はですね、えっ、ー、と、普段は、えー、これまでは、えー、東京に拠点を置いている西武プリンセスラビッツというアイスホッケーチームに所属をしておりました。で、えー、そこで活躍をしていたんですけれども、やっぱりこのアイスホッケーの世界ですね、えっ、ー、と、世界どこして戦うには、えー、選手個人がですね、やっぱり海外の え、チームに所属をして、鍛えていくっていうのが今上等手段になっているということでございまして、え、石化並みのその流れに沿ってですね、本当にこの8月の1日にスウェーデンの プロリーグに、えー、挑戦をするということで、えー、旅立ちましたですね、えー、HV71 というチームにプロアイスオーケー選手として所属をして今まさにスタートを切ったところでございます、えー、給食をして参加をあの挑戦をしてい、えー、っていただいておりますということですねはい、えー、この2人ぜひ応援をしてあげてください でではですねここからは、えっと、今日キャリアデザイン研修のご紹介ということで皆様今日キャリアに関わる、えー、ところでテーマでご興味をお持ちだと思いますので、えー、実際に先ほどのアスリート向けにですねどんな、えー、研修をしているかっていうところをご紹介をさせていただきます、えー、実際のスライドをお持ちしましたが、えー、ともう本当に飛ばし飛ばしでこんなテーマでやってますということをお伝えをしますはい えとまずキャアスリートのキャリアって何かっていうところとか、どうやって考えるのかっていうことをですね、お伝えした後で、実際に個人ワークで、えー、期待どんな期待がされているのかっていうのを理解しましょうみたいなこととか、まあ、ありたい選手像、えー、社会人像みたいなことを描きましょう。で、今、自分がどんなキャンを持っているのかみたいなところですね。で最後、アクションプランを立てて、えー、実行していきましょうっていうところまでやって送り出しているというところですね。はい でこの辺はいいですかね。で、はい。で、アスリートのキャリアっていうのは、えっ、ー、と、もう皆さん社会に説法ですけど、えー、すごく限定的なんですよと、1期間しかないんですよみたいなことをお伝えをしています。ですね。で、えっ、ー、と、今皆さんはまさにデュアルキャリアの期間を歩もうとしているんですよみたいなことをお伝えをしています。なので、えっ、ー、と、スポーツだけやってればいいんじゃないですよみたいなことを強く強く、えっ、ー、と、意識をしてもらうようにしております。はい。で、 そのことがですね最近の研究でも明らかになっている通り、えー、スポーツだけに1位先進することがアスリートとしてのパフォーマンスを高めるのではなくて、えー、と他のことにも注力をして同じぐらい頑張っている選手のアスリートの方が結果的にパフォーマンスが高まっているんですよみたいなオーストラリアの研究結果みたいなことも合わせてですねお伝えをしております。はい なので、えっとまあ、柔道一直線みたいなところがあの昔ありましたけれども、えっと、何々の道を極めるっていうことは、24時間365日、柔道だけするってことじゃないですよね。っていう、まあ、こんなことを強く最初にお伝えをしておりますということです、はい。じゃあ、どんなふうにキャリア考えるのかっていうことですけど、まあ、そもそもキャリアに唯一無二の正解なんてないんですと。 あなた次第ですよっていうことをお伝えした上でですね、はい。で、えっ、ー、と、このブーカの時代を歩んでいくには、はい。波乗り戦略をしていきましょうというふうにお伝えします。ただ、どんな波が来るかわからないですよねということなので、はい。どの波に乗るかは自分で決めてくださいね、みたいなことをお伝えをしています。で、そのために大事なのが、先ほどの石塚さんのお話にもちょっとありましたけれども、 キャリアオーナーシップっていうのがすごく大事なんですよっていうことですね。で、自分で情報を集めて、その情報をもとに自分で考えて、自分で決めて、自分で動く、決してえー、と監督やコーチ、 会社任せにしないでくださいねみたいなことを最初に強くお伝えをしています。で、実は私もあのやってみて意外だったんですけれども、研修終わって何が印象に残ってますかみたいなことを聞くとですね、このキャリアオーナーシップっていうのが強く印象に残ってるって答える選手が多かったです。で、実態を聞いてみると、やっぱりこれまでの,やっぱりあの優秀な成績を残しているアスリートなので、えー、と誤解を恐れずに言うと、進路が、えっ、ー、と、 勝手に決まってるって言ったらおかしいですけど、周りの人が進路を決めてくれるみたいな、まあ、こんな世界が実際にあるようで,です、ね、自分でもってキャリアの選択をしたみたいなことっていうのがあ,のあまりない選手が多いというのもえ実態として聞くことができました。なので、あキャリアって自分で考えて自分で決めていいんだみたいな、まあ、こんな感想を口に,選手口にする選手がいたっていうのが、まあ、結構、あの驚きの発見だったということですね。はい 自分で決める方が幸福度も高くなるんですよ、みたいなことをお伝えをしていったりしていますということです。はい。ですね。であと、バーっと飛ばしていただいて、えっ、ー、と、あとはですね、あとずっと飛ばしていただいてですね、はい、ウィルキアマストのフレームを使って考えてます、みたいなこととか、はい。ギャップを埋めるんですよ、とかですね。で、あと、先ほどスポーツマンシップの話がありましたので、この研修の中でもですね、あ していただいていいですか。はい。スポーツの期待とか考えて、はい、ね。はい。で、文化スポーツ推進プランも紹介してます。はい。で、はい。スポーツ仕事は同じ重さなんですよ、とかです、ね。で、ここからですね、えっと、スポーツマンシップの理解をしてもらうようにしてるんですけれども、飛ばしていただいて、はい。飛ばしていただいて、はい。 でスポーツマンシップを備えてくださいっていうのをお伝えしているので、ここからはですね、ちょっとクイズ形式も入れながら、え実際のスポーツマンシップとは、みたいなことをですねえ、お伝えをしていっています。はい。ですね。で、これ多分、あの、ここにいらっしゃる皆さんも、あの、選手先生でスポーツマンシップにのっとりなんていう言葉はよく聞くと思うんですけれども、スポーツマンシップって、 説明してって言われるとなかなか難しいところがあると思ってます。なので、クイズ形式でわかりやすく、はい、伝えるようにさせていただいておりますということですね。はい。はい。ということで、あの、今日全部は、まあ、あの時間の関係でお伝えすることはできないですけれども、えー、我々文化スポーツ推進担当としては、その、強く愛される、えー、アスリート集団になっていただくためにですね、えー、きちんと仕事と、えー、競技を 両方100%フルスロットルで頑張ってくださいねっていうメッセージと、それからスポーツマンシップを備えてほしいので、こういったスポーツマンシップとはみたいなところをですね、きっちりと入社前にもお伝えして、入社後にも考える機会を提供していくということを進めさせていただいておりますということです。はい、お時間になりましたので、すべてはご紹介できませんけれども、このあたりとさせていただいて、 きますはいえー、今日はですね、このような機会いただきまして、本当にありがとうございました。えーまあ、世の中にはこう,こういったです、ね、文化スポーツ推進担当という部署を置いてまで、 文化スポーツを推進している会社もあるんだなということをあの知っていただけたらありがたいです今後もですね先行グループの実業団の選手がですねいろんな場面で報道等に出てくるか,もかと思いますけれどもぜひ応援していただけるとありがたいですよろしくお願いします今日はありがとうございました